年齢層低くなったんだよ。ミコチャンネル。10代のミコピーが増えたんすよね。どっちかっていうと、その昔は、25歳からとか結構、そのぐらいの人たちが多かったんだけど、最近はね、若い子も見てくれておりますね。やめろ。俺が、おじさんみたいじゃなくて。おじさんじゃない、10代はおじさんじゃないだろ、30代も。おじさんでごめんな。ちゅ、おじさんでごめん。おじさんじゃないよ。若い心を常に持っとけ、ミコピンは。常に少年の心あれ。ミコピンの、あれだから。抱負だから。ひっきりひっきりしてしまった。